最終グループの中で最初に演技を行うのはブルガリアのカップルです。アルベナ・デンコワ、マキシム・スタビスキー組。ここまでコンパルソリー、オリジナルダンスともに2位という成績でした。メダルがかかっています。モスタファ・サックスというエジプトのアーティストの曲を使っています。ブルガリアのカップル、アルベナ・デンコワ、マキシム・スタビスキーでした。このエジプトの雰囲気をモダンダンスのパフォーマンスに変えて構成したのはとても面白いですね。はい、もう非常にこう深いエッジを使ったり、それから滑り の, あのテクニックとしても低いポジションとかのいろんな変化があってよかったと思います。ただね、シンクロナイズツイズルがちょっと普通だったんです。はい、やはりもっと3回転の素晴らしいツイズルを見せていかないと、その辺をもう少し
高い技術の、はい、ターンが見たいなと思いますね、はい、滑りはすごくいいと思いますね。素晴らしいです。雰囲気もいいです。今シーズングランプリシリーズでは1位の時もあれば3位4位の時もあるという結果でした。このリフトは素敵ですね、女性の伝統はもともとは機械体操の選手でした。ここも一つの見せ場ですね、はい、表現力とか振り付けとかジャッジによっては好みが多少は差別ですよね、男性の方はロシア生まれです。しかしすでにブルガリアの国籍を取得していまして、オリンピックにも出場しています。オリンピックでは昨年7位という成績でした。このヨーロッパ選手権ではこれまで一番いい成績が昨年の6位という成績です。今年はいいですね。コンパルもオリジナルダンスもそうですね、メダルが手に届きそうな位置にいます。やっぱりスケートの滑りの技術って高く評価されてますね。そうですね、上が 5.8 まで評価が出ました、はい、そしてプレゼンテーションです。構成がとてもね、独創性があってよかったと思います。そうですね、特にサーキュラーステップの速いリズムのところでタッ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 とこう滑るところなんか、はい、いい構成だな、うまいなって思いますね、ここでトップに立ちましたブルガリアのデンコワとスタビスキーです。